38人ぐらい生徒さんがいたんですね、幼稚園の子が。そしたら全員賞をもらえるんですよ。ああ、なるほど。とにかく全ての子供にのパーソナリティをちゃんとよく見てあげていて、その子のパーソナリティを褒めてあげるね、全員に賞をあげるの。それはいいことですよね。これはいい子だと思いましたね。なんかこう自分の特徴というか自分得意なものを褒めてもらうと、子供自身も、自信になるし、うん、見てもらってるっていう感じもありますから、うんうん、今おいくつなんですか、そのお子さんは。もう46。今どちらにいらっしゃるんですか。今ロンドンにいます。はい、じゃあおばあちゃんってことでいいですか。そうですね、はい、お孫さんがいてて、孫ももうじき7歳になります。やっぱ可愛いですか、孫は。すごい綺麗な子です。綺麗な子もう本当美少年、ものすごい美少年、で頭も聡明で、すでにもう4カ国語話します。すごいな。すごく綺麗で聡明で4カ国語。津田君の子供はどんな子供ですか。人の話を聞かない。何喋ってるかわからん子です。そんなん見てたらお前子供で笑い取って。むちゃくちゃいい子です。むちゃくちゃ可愛くていい子です。日本人でただ一人外国の国家元首の妻となったデヴィ・スカルノ。現在は芸能界のご意見番として活躍するデヴィ夫人の波乱に満ちた人生に迫ります。旧姓根本直子、類稀な美貌を持ち合わせ、女優の卵としても活動を始めていた少女は、19歳のある日、人生を変える運命の出会いを果たす。それは知人との待ち合わせでホテルを訪れた時のこと。お待ちになっている人物は少し遅れるようです。上でお茶会をやってますので、あなた様もどうぞおいでください。え、何？どういうことなの？屈強な男たちに半ば強引に連れて行かれると、そこにはこの方は、彼女の前に悠然と座るその男性は、来日中だったインドネシアの国家元首スカルノ大統領だった。何をどう話していいかわからないまま緊張した時間を過ごす直子は、次第に大統領の魅力に惹かれていった。そして数日後、まさかこれって、なんと手紙の送り主はスカルノ大統領だった。直筆の手紙には、2週間ほどインドネシアに遊びに来ませんかとの誘いが。相手は一国の大統領、まさか。突然の誘いに心は揺れ動いた。しかし、ここから何か道が開けるかもしれない。インドネシアへの旅立ちを決意した。そしてそれは波乱に満ちた人生の始まりでもあった。私のインスピレーションとなり、力の源泉となって、私の人生の喜びとなってください。人生を変えたいと訪れた異国の地で、一国の大統領からのプロポーズ、そして結婚。ここにインドネシア大統領夫人ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノが誕生したのであった。大統領夫人となり、デヴィの生活は一変。与えられたのは広大な敷地に建てられた野草宮殿。24時間24人体制での万全の警備。さらに身の回りの世話をするのは全部で16人、その他庭師が4人、運転手が2人、厨房には日本人の料理人が2人常に待機していたという。身にまとう服は全て森花江、君島一郎らによるオーダーメイドという贅沢さ。
そして大統領からはこんな要求も。私はあなたがズボンを履くのを好まない。え？これからはあなたは一切ズボンを履いてはならない。かしこまりました大統領。女性らしいスカート姿を好んだ大統領はデビにズボンを履くことを禁じたのであった。さらに大統領夫人として外交の舞台でも活躍。